想像できない。うん、卒業した実感が未だに湧かないんですけど、憧れの衣装さんからの私だけの卒業ドレスをねこうやって作っていただいてね、めちゃくちゃ綺麗ですよね。本当に似合ってる私に似合ってる。ありがとうございました。改めまして、たくさんの方がね、あの卒業おめでとうっていうことでお祝いしてくれて本当に嬉しかったですね。え、似合ってるでしょなんかあっという間に本当に公演も終わって楽しい時間でした。うん、ありがとうございました。結構なんだろう、本当に AKB48 として最後の配信なので、これがそんな感じもねしないんですけど、うわ何話せばいいんだろうまあでも公演が無事こうやって終わってひとまずね安心でございます。なんだろう、あとは何をこう、逆に分かんないわ、こういう時何をお伝えしたらいいのか。でも本当に皆さんには感謝の気持ちでいっぱいですし、8年半このグループで活動できて本当に幸せでございました。ありがとうございます。ありがとう、みんな今までありがとう本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、卒業公演も延期に、ね、なっちゃったりして、でもこうやってねちゃんと日を設けていただいてみんなにお見送りしてもらえて嬉しかったです。タワーもありがとうございます。最後のタワーだ最後の配信です。いやここにね、今日みんなからメンバーのみんなからもらったお手が、あ、お花を持ってきました。すごい、これをもらう側になったんだなっていうのをすごい感じましたし、ね、メンバーからのあの卒業メッセージ動画も憧れでしたので嬉しかったです。あとはなんと夢見るの2人が今日来てくれたんですけど、ね、こうやってプレゼントもいただきました。紙もたくさん嬉しい。ん？なんかさ、お手紙についてたんだけど、夢見るの2人からお手紙、あ、これはあれです。え、なんだっけ、すごいみんなからいろんなものをもらって幸せ者です。あ、はいはい、すごいね。あ、そうですそうですそうです、そう、割愛された、これはなるちゃんからのお手紙。いやー本当にこの間メンバーのあの生誕祭の時になるちゃんがお手紙を書いてあげていらっしゃって、メンバーにすごい、私もなるちゃんに手紙書いてもらいたいってめっちゃ心の底から思って、それをなるちゃんにさらっと伝えたらこういう風に覚えててくれて書いてくれました。すごい嬉しい、泣けちゃいますね本当にさ。今日はチーム4のね公演だったんですけど、まずこの大好きなチーム4で卒業公演ができて嬉しかったですし、あとはどうしてもチームメイトのみんなと最後に曲を披露したいって思ってたので、あのスケジュールが合うメンバーは卒業公演にお呼びして、最後にみんなで47の素敵な街へを披露させていただきました。なんかすごい、そうだね、曲もそういえば卒業ブロックでは47の素敵な街へをチームメイトのメンバーと、あとはソロでお披露目以来のロマンスかくれんぼ、あ、福岡大以来か、でもお披露目でね披露した曲だったので、どうしてもやりたいなと思ってロマンスかくれんぼをやらせていただきました。あと最後にみんなで桜の花びらたち、なんか結構自分的にエモい瀬取り、エモい曲選だったので、選曲だったので
わーっていろいろ懐かしくなりましたね。あとみんなさんの反応がすごい、なんだろ、良かったというか、おーって毎回曲披露するために3曲とも皆さんが喜んでくれてたんじゃないかなと思うので嬉しかったです、こちらも。うん、あ、タワー本当にありがとうございます、たくさん。これでなんかみんなにタワーありがとうってね、ありがとう。そう、私がお着替えをしている間の MC とかもみんなが何話してたのか全然聞けなかったので、ここからこれからじっくり聞かせていただきます。うん、ありがとう。あとはさ、なんと もらえると思ってなかったメンバーからアルバムをもらっちゃいました。これでも結構憧れだったので嬉しかったですし、このセンスがさ、やばくない？めちゃくちゃ可愛い、すごくない？ちょっと中身チラ見しますね。はー、すごい、誰、うわー、もうやだみんなからの直筆メッセージが入ってます。やだ、どうしよう、泣けちゃいますね。うわー、もう幸せなものだなって思いました。ちょっとじゃ あ最後にスクショタイムするか。今日来てくれたメンバーからもたくさんさ、プレゼントとかもらって、優しいです。みんなドレスかわいいよね、本当に。結構私こだわりが、こだわりというか、こここうしてこうしてって細かく結構衣装さんにお願いするメンバーもいるんですけど、私はなんだろう、作っていただけるだけでなんかいい、嬉しいと思って、これがいいみたいな こだわりもなんかあんまりなかったので、なんとなくだけお伝えして、あとは石尾さんが私に似合うようにもうほぼほぼお任せ状態で作っていただきました。なんか色も最初は赤がいいかなとか、明るめの薄紫とかいろいろ考えてたんですけど、他のメンバーとあんまり被らないようにっていう、あと私がグレー似合いそうだからっていうことで石尾さんが選んでいただきました。めちゃくちゃ可愛くて、本当にメンバーもこのお着替えしてる時に裏でねめちゃくちゃ褒めてくれて、本当綺麗、嬉しかったです。もうなんかこうやってね、最後に自分だけの特別なドレスを作っていただけてめちゃくちゃ幸せですね。今日みんなメンバーのみんながいっぱい写真撮ってくれたので載せますね、また SNS の方で。皆さん、そうです、私が本当に卒業後のことを何も言わないので気になってるというか聞かれるんですけど、何でしょうか、そうですね、ちゃんと言っておかないとですけど、SNS のアカウント X と Instagram は今日の卒業公演の写真もアップしたいので、アカウント自体はこれからも残す予定ではあります。わかんない、いつか消すかもしれないけど、今のところはしばらくはこの今日の写真も載せたいので残しておきますので、そこはご安心ください。いきなりブチって消したりはしないと思うので、もしアカウント消すとか、わかんないけど、 なるときはさすがに事前に言うので、なのでこれからもちょこちょこぜひ SNS の方見ていただけると、いっぱい写真今日本当にいっぱい撮ったのでアップしますので。あとショールーム配信なんですけど、アカウントを新しく作れるのかな、まあ、また本当に一からというか新しくになると思うんですけど、せっかくなのでしばらくは皆さんにお顔をお見せできるように配信しようかなと思っているので、しばらくは皆さん会いに来てください。ここでお話ししましょうね。うん、
いつ、うん、そんな分かんないけど、いつまでとかはあれですけど、しばらくは今日の思い出話とかもまだ多分いっぱい出てくると思うので、まあ、そちらの方も SNS の方でまたねお伝えすると思うので、うん、そんな感じです。だから皆さん、しばらくは私のお顔をお見せできるようにしたいなと思ってるので、ぜひ配信に遊びに来てください。アカウント作れたらまたお知らせします。うん、ね、そう、ここでブチッと考えたけど、まあ、せっかくなのでね、うん、ぜひぜひ、うん、ありがとうございます。すごいねえ、めっちゃ可愛くない？今日の私めっちゃ可愛い最高。8年半で一番可愛いです今日私、ウェーイ最高。確かに全身見せたい。ちょっと今お靴の方脱がせていただきまして、結構高めのヒールだったので、また改めて写真いっぱい撮ったのでじっくり皆さんにお見せしようと思うんですけど、一旦ね、あーこれ下まで見えないから、なんかすごい布がいっぱいなの、かっこいい、見て綺麗、後ろもわってなってて、髪飾りも私本当にこだわりがなくて、なんかいい感じでってお願いしたら、こんな素敵なものを作っていただきました。髪型もね、本当に何がいいんだろうとか思ってたけど、メイクさんとお話ししてこんな可愛い感じにしてもらいました。うん、ありがとうございます。めちゃくちゃ綺麗だよね、こことかすごい豪華可愛い、ありがとうございます。私に一番似合うドレス、うん、15分だけ配信しようかなと思ってたんですけど、15分経ちましたかねもし経ってたら教えてください。今日は一旦15分だけ皆さんに最後の AKB48 としてありがとうっていう気持ちをお伝えできればと思ってたので、あと2分くらい、ありがとうございます。いやー本当にありがとう、最後です。もう言い残したことないかな、まあ、配信はまたするつもりなのであれなんですけど、もう AKB じゃ本当にこれずっと言ってるんですけど、AKB じゃない人生が8年半ぶりなので、ちょっとそわそわしてます。 AKB じゃなくなるん私って感じ、うん、変なすごい複雑感情これからなんて感じかな。でも本当にね、8年半ありがとうございました。今日も楽しく笑顔で終われたので、明るい公演だったなって思います。今日うん、ありがとうございました。改めまして8年、約8年と6ヶ月、本当に応援のほどありがとうございました。そうね、 AKB48 としてメンバーとして活動できて幸せな時間でございました。ありがとうございました。いやー、じゃあ最後にスクショタイム、最後のスクショタイムを行いますね。じゃあ一旦お花とか持ってみようかな、みんなからもらった、あのファンの皆さんが用意してくださったスタンドフラワー、もう見させていただいたんですけど、やばい、ありがとう、本当に可愛すぎて、もうね、ほんとセンスがいいんですよ。あ、15分だった、可愛かったです、ありがとう。スクショタイム、最後のスクショタイム、うん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 、はい、チーズ。じゃあね、ちょっとお花なしバージョンを撮りましょうか。もうだいぶ遅い時間ですよね。うんうんうん
かわいい、私かわいい。OK かな。ありがとうございました。いやー終わっちゃう終わっちゃう。ありがとうございました。みんな今までありがとう。楽しい時間でした。死ぬまで一生この8年は忘れません。人生でもうこの先もずっとこの8年が一番の時間でした。自慢します。死ぬまでおばあちゃんになっても私 AKB やったんやでって。ありがとうございました。うわどうやって終わったらいいの。みんな本当にありがとうございました。バイバイ、さようなら、さようなら。 SNS ぜひ見てください。まあ、今日はちょっとまとまらないかもしれないから明日とかになるかもしれないですけど、ぜひ見てください。じゃあね、みんな今までありがとう。あ、本当にありがとうございました。じゃあさようならバイバーイ、終わります。ありがとうございました。バイバーイ。